スポーツの国際大会などで輝かしい成績を収めた岡山県内の選手らを称えるトップアスリート賞の表彰式が開かれました。国際大会などで活躍し、岡山県のスポーツ振興に大きく貢献した選手らに贈られるトップアスリート賞。スポーツ栄誉賞には14人が選ばれ、代表で身体障害者野球の林間健太選手が表彰状を受け取りました。林間選手は去年9月、身体障害者野球世界大会に日本代表として出場。見事優勝を果たし、2大会連続の MVP にも輝きました。一つの形にも残るし思い出にもなるので、すごくありがたいと思います。僕の気持ちはまだまだ全盛期はまだ先と思っているので、また世界大会があるので、そこを目指して頑張りたいと思います。この他にもスポーツ優秀賞などに合わせて74人12団体が選ばれました。